オラ部屋をご覧の皆様、アロハ。どうも。今回は、次のハワイいつ飛べるのかなっていうお話で、うん、まあ、これ結構切実な切実、うん、でこれね、動画にしようって思うとなかなか難しかったんですよ、うん、でも日々考えてることなんだよね、うん、ハワイいつ飛べるんだろう。そう、人によってはね、うん、やっぱりそのいつになるか分かんないけど、うん、とりあえず年末を目指して予約だけしてしまいましたみたいなコメントもあったりとか、うんうん、まあいろいろやっぱりね、どこから飛べるのかなってみんな考えてるんじゃないですかね、うん、まあ来年の多分一つちょっとこう見えてくるのが、日本だとゴールデンウィークとか、次だと来年の夏休みとか、うん、まあ、オリンピックも控えてて、で本当に日々、例えば現地の方の動画、うん、ハワイの、うん、感染状況とか、向こうの知事さんのお話とか、あとは世界のワクチンの動向とか、うん、やっぱりもうハワイに向けての情報収集をもう無意識に日々やっていて、皆さんも多分そんな感じだと思うんですよ、ね、どうかなどうかなって。そう、実際やっぱり、うん、仮に年末に飛べるようになったとしても、うん、まあ、知ってる方は知ってると思いますけど、結構老舗のお店が閉店してしまったりとかっていう状態の、まあ、ある意味その直後のハワイに行くことになるので、うん、いつものハワイって普通に考えられないんじゃないかなとは思うんだよね。もしかしたらね、ちょっと治安の部分もそんなに大げさに考えなくてもいいのかなと思いつつも、やっぱりすごく失業者が増えて大変っていう状況が、まあ、リアルにあったりとか、私たちもね、オクステールスープおすすめで視聴者さんから教えてもらって、うん、前回行けなかったところがやっぱりなくなっちゃったりとかね、閉店だったりとかね、やっぱりちょっと残念ですよね、うん、そういう、こう、そうですね、老舗のお店が、うん、なくなっちゃうのが。で、私たちはじゃあどうしようかって考えた時に、ちょっと一つの目安で思ってたのはやっぱりオリンピックだったんですね、うん、で来年の夏もう私たちがハワイに飛べなかったら、多分ね、オリンピックもできない世界情勢ってことになっちゃうと思うのね、うん、だからまあすごく根拠があまりないかもしれないけど、まあ、例えばワクチンの開発も今年の9月あたりからもしかしたら一番早いところで動き出せるんじゃないかとか、まあ、情報でねこう見たりしつつ、じゃあ一般の人に出回るのはって思った時に、来年のゴールデンウィークもすっごい、あ、行きたいなって思ってたんだけど、ちょっと夏あたりを視野に、来年のね夏を視野に入れようかなとポラベア的にはちょっと考えていて、もしもゴールデンウィーク飛べそうだっていう時は飛んじゃえみたいな、うん、もうそこはもうね、もう飛んでしまえと、うん、飛べるものなら飛びたいっていう、そうそうそう、いつもまあ思ってるけど、ね、やっぱりそうは言ってもね、うん、現地に迷惑かけないとか、そうそう、いろいろ、まあ、我々もそもそも本当に健康でいられるのかっていうところがあるんで、わかんないですけど ね、うん、まあ、でも一つの流れというか、まあ、ポラベア的には来年の夏で、その前に飛べるチャンスがあればもちろん予約をしてくれて、やっぱりその来年の夏ってまだもちろん1年後じゃないですか、うん、でちょっと目論みとしては、実は特典航空券っていうのをトライしてみたいと、うん、シーツマ的にはなぜかというと、まあ、頑張ったポイ活の成果が実はやっと出ているんです、うん、だいぶ前にシーツマ奮闘記という動画を上げていまして、もしまだご覧になってなくて興味のある方、ちょっと覗いてみてほしいんですけど、リクマイラーへの道ですね、うん、あれからね約半年なんですよ、実動として、うんうん、で近々こちらのポラジオの方で結果報告をします、うん、はい、頑張りましたでそれを使って、特典航空券ってすごく取りづらいって、うん、もう全然取れないって、ね、夏休みとかゴールデンウィーク、ただね、うん、コメントをやっぱりあの動画を出していただいた方の中では、うんうん、なんだろう、ハワイに行く、うん、チケット2回分はその特典航空券でっていう人もいて、どうやって取ってんのかなみたいな、ね、なんかその時期ももちろんあると思うね、うん、なんだっけ、繁忙期じゃないところを選んでるんだろうなっていう感じはする。あとやっぱネットから予約するのか電話で予約するのかとか、うん、
なんかいろいろ私なりに調べてみて、で、夏、今年の8月だから来年に向けて、あの発売日、自分たちが飛びたい日で、あの、まあ、逆算してちょっとトライしてみようかなと。335日前だったっけ、355日前だったかな、とかだと。だからそこも初めてのトライなので、あのもう取れんのかっていうのも、うん、あのシーツマ的には奮闘期的なことで、ね、あのトライをしてみたいと。でもし取れたら、あのそれで飛ぶ準備を楽しみにやりたいし、もし取れなくても、そしたら今度は航空券を、ね、いつ取れるようになるのかっていうのをまた睨んでいきたいなっていうふうには、ね、思っています。まあ、一度ぐらいはね、ただで飛んでみたいっていうのもあるし、飛んでみたいよ、ビジネスも乗ってみたいよ、ビジネスも乗ってみたいよね、確かに。ビジネス一度でもね、コメントでいただいたのが、一度ビジネス乗っちゃうとエコノミーに戻れませんよみたいな恐怖のお言葉をいただいている。まあ、気持ち的にはなんとなく想像はできるんだけど、そうそう、足が伸ばせないとか、エコノミーきついとか、あのなり得るよね。そうだから、ちょっと今、ね、どうしようかな。あと、まあ、タイミングによってはね、うん、ファーストクラスが35万円ぐらいでいけるとかっていう、いるよ、ね、38だったかな、うん、なんかいるっていう YouTuber さんとかでね、 そんな時期あるんだとかと思って、サラリーマンには辛いわと思って、うん、1人35万でしょ、うん、言っても、そう、でうちら2人だから70万、うん、わーうわーうーんって感じ、うん、それでさえ大変なファーストクラスね、うん、でもまあそのポイ活の結果も含めて、うん、ちょっとこれからトライをね、うん、してまたポラジオとかでこうお伝えできたらな。まあ、今は贅沢は言ってらんないんで、飛べるって分かったらそれだけでありがたいって思う感じだし、今回のね、その、うん、なんだフライングホルンのチャーターフライトだって150倍とかっていうとんでもないやつに、はいはい、あのハワイに行けないにもかかわらず応募する人がいるってことは、まあ、それだけもしかしたらハワイに興味ある人がいるのかなっていう感じもするし、あとそのホルンそのものもね、あのでっかいジャンボのね、そう、あ、そう、前回ほら150倍の計算間違って、うん、7500人の応募とか言ったけど、とんでもない75000人でした失礼しましたほら生産数、ほらシーツマができないから C がつられちゃったんで、うん、あのね0を1個見落としました 7万5千人の応募が本当に、仮にそれが事実なら、うん、もう本当にぜひ ANA さんにねまたやってもらってね、うん、これだけ本能が愛されてるということにもなるのかもしれないし、そうそうそう、私たちもやっぱり次回はあのホヌで飛びたい、うんうん、これ特典航空券ってそういえばホヌで飛びたいですとか指定できるのかな、ちょっとその辺知らなかったんで。時間なんじゃない、やっぱり。あ、そっか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 、うん、飛ぶ時間によってだから、ね、まあうちらが前回行ったみたいに、ね、8時10分とか、うん、9時半ぐらいのやつで、うんうん、1号機2号機ってなってたような気がするし、今度はあの赤い女の子のラー、ね、ラーちゃんね、第3号機がどういう風に運行されてくんだろう、うん、あるから、まあ、もうちょっとね選びやすくはなるのかなって感じがする、楽しみだね、うん、で今後のポラジオとしては、うん、さっきちょっと触れました、うん、あのシーツマ奮闘期的なものなんですけれども、うん、あのポイ活ですね、うん、あのマイルを飛ばずして貯める、うん、いわゆるリクマイラーと言われる方々のいろんな情報を個人的に一生懸命集めてみまして、うん、トライした結果がやっと半年ほどで、実ったと。ANA 限定ですけどね。ANA 限定です。うん、我々もホヌに乗ることをベースに考えてるので、申し訳ないですけど、はい、JAL とか他のポイントはちょっと、ね、手は出せてない、抜きにして。まあ、でも多分 JAL もリクマイラーさんっていうのいらっしゃるので、うんうんうん、似たような形で貯めていくのかなとは思うのね。そうね、うん、ポイントサイトとかいうのを使って、うんうん、それの結果報告もちょっとここであのやっていきたいなと。うん、それから、もう一つ。以前から、ちょっと要望もねありまして、うん、早く出したいなと思いつつ、なかなかちょっとどういう形で出すのがあの見やすいかなとか、うん、あの思ってるうちになんかこんな世の中が状況になっちゃって、うん、ちょっとあのお待たせしちゃった方もいるかもしれないんですが、B&B の予約の取り方なんですね、うん、でカイルアのなんですね、うん、でカイルアっていうあの私たちが大好きな恋に落ちてしまった街にあるで、ホテルがもともとない
町なので、うん、そこにいかにして生活するような感覚で楽しく滞在するかってなると B&B しかないんですね。でそこの予約の取り方が若干一つハードルがあるというか、うん、でそれについて、ちょっと私たちがやった範囲ですけど、うん、まあ、私はむしろあまりやってなくて、うん、私だね、シーツマが、はい、私が会社に行ってる間にものすごいいろいろ頑張った頑張った結果、うん、であんまり動画として情報をいっぱい詰め込んで固くなっちゃうとなんだかすごく難しいイメージにもなっちゃうし、うん、どういうふうに自分が感じたことを伝えられるかなって思ったらこのやっぱりポラジオの形が一番伝えやすいなって言葉で思ったので近いうちにねその撮り方もお伝えしたいなと思っています。あともう一つはハワイに行く例えばきっかけ、そうなんです、なぜなのかで私たちのハワイの、うん、まあ初めてのハワイっていう、うん、なぜこんなにハワイに落ちちゃったのかっていうの皆さんもいっぱい理由がそれぞれきっと素敵な理由があるきっかけがあるんだろうなって思うんですけど、うん、まあ、最初ねハワイなんて、うん、ハワイなんか超俗化されてて、ね、芸能人が行くチャラいところって思ってたんですよ本当に、うん、ずっとでもわざわざ行く場所なのかなとか、日本人いっぱいだしみたいなそういう感じだったから、うん、買い物に興味ないしとか言ってね その当時はね多分私たちって出張の関係で、うん、たまたま行ったフィンランドとかデンマークとか北欧にちょっと惹かれてる気持ちの方が強かったかな、うん、そう寒いとこね寒いとこ行ったのも3月とかですっごい寒いとき行っちゃったりね、氷点下の方氷点下で行っちゃったりね、オーロラ見たいとかね、でそういう気持ちもありつつ、うん、まあ、あるきっかけでハワイに行ったら、うん、もうドーンって、うん、で他の YouTube やってる方も結構そういう方がちらほらといるんだよね、うん、ハワイなんて全然もうヨーロッパ大好きだったのにとか、うん、でもなんかもうハワイ行ったら何度もハワイに行きたくなっちゃうっていうこの魅力にハマったきっかけって、うん、まあ、それぞれかなって、うん、で私のきっかけの気持ち、まあ、どういう気持ちで落ちたかっていうのと C とまた全然違うんだよね、うん、感覚は違うと思う、ね、うん、違うんだよね、うん、でそれもどういうふうにお伝えしようかなってこう迷ってた時に、うん、まあ、C がポラジオっていうことで、うん、2人で話しながら進行できたら、うん、まあ、楽しくお送りできるんじゃないかなということで、ちょっと映像なんかもね当時の映像も挟みながら、まあ、はい、ちょっと写真ベースになっちゃったりとかしますけど、ね、昔はね2013年だから映像の技術っていうのも本当にまだまだ撮影の機材のね、うん、あれも私たちも持ってなかったり、そうそうそう、ほぼほぼスマホで撮ってたりとか、そうそう、あと手ぶれすごかったり、うん、そういうの修正したり写真もうまく入れながらお伝えできたらなっていうのもありますね、うん、まあ、今後のポラジオの展望ということで、うん、もしちょっとね興味ある方はぜひ楽しみにしていただけたらありがたいなと思います、はい、さておまけなんじゃこりゃ実はコメントでいつもコメントくださる方が、はい、ハワイとはちょっと関係ないんですけどということでお二人の馴れ初めをハワイさんお名前言って大丈夫かな、うん、でって嬉しいやら恥ずかしいやらなんですけど、こんな一般人のねそうなんですありがたいコメントで、でなのでもう全然興味ねえよそんなことって方はおまけは見ずに、はいはい、ここでシーユーアゲーンということでぜひ次からのね、はい、またハワイ動画を見ていただきたいということで、ちょっとでもなんだこいつらって思う方がいたらちょっと、まあ、そうですね、5分程度ですかね私と C はなんだろう40歳とかそんなあたり、うん、中年だね、うん、あえて言うなら勝手にイメージをこう膨らませてもらう方が面白そうなので、まあ、中年どこかでお会いできる時があるかもしれないから、イメージと違うのか同じなのか楽しみにして、うん、そこはお楽しみにっていう状態で、はい、でちなみにC はこれは慣れ初めにも関係あるんですけど、うん、学生時代水泳をやってたんです、白熊高校ぐらいまで、中学校高校から白熊らしい感じで平泳ぎ、ね、平泳ぎだからね、選手だったんですね、うん、で私と C の出会いは大学です、うん、で某美術大学だったんですよね、うん、で、まあ、全然科が違くて学年が1個違いました、うん、でC はですね当時からむちゃくちゃ落ち着いてて、キャラクターがで当時なんでだろうひげ生やしてたんだよね、うん、願掛けかなんか
で新入生の歓迎の飲み会みたいな時に、ものすごい勢いでカラオケ歌ってたんですよ、であまりの貫禄に、しかも4年生の女の先輩とかに、わーとか何々様みたいに呼ばれてて、様付けで呼ばれてたよねじゃあちょっと誤解がないように言うと、C は別にその様付けされるほど王子様みたいにかっこいい人ではないです、ないです。ただあの、歌が上手かった、歌うのが好きだったから。そう、すごい上手かったんです。例えばあの玉置浩二さんとか桑田、あのはい、サザンオールスターズとかね、めちゃくちゃうまいんで、本当年代が分かっちゃうね分かっちゃうねでめちゃくちゃうまいんですよ本当に。でそれをみんながわーって応援してる姿を見て、私は OB だと思ったんです、卒業生だと思ってたんですよ、そういう方も飲み会に、まあ、毛顔だしね、そうそう飲み会に来てたしね、そういう方もね、でもで私は実は、まあ、さっとですけど、まあ、ちょっと先に付き合ってる人がいたんですね、3ヶ月ぐらいだったんですけど、どうもでもしっくり来てなかったんです、でC と私は学年違うので、どこで会ったかっていうとサークルですね、いわゆる、で漫画研究会、略して漫研オタクだったんです。アニメ、まあ、イラストとか描いてるんで、そうそう、なんとなく分かるかなと思いますけど、でアニメとか漫画とか私も好きで、でそこに入って、まあ、みんなでもうほとんど遊んでるような、わーって漫画はほぼ描いてないかな、なんかビリヤードやったり、ドライブ行ったり、だって夜中の3時に先輩にドアを叩かれてそのまま拉致されるっていうでそのままボーリングだのビリヤードなの付き合わされるっていう、すごい大学時代だったからね。ですごいそういう中で出会ったので、遊んでいて、でも私がよくあるあるなんですけど、その付き合ってた人も同じサークルだったんですけど、どうもいろいろわからないことがあり、でC はですねすごい無口だったんです、当時から。私ちょっと怖くて話しかけられない私で2人だけでサークルの部屋に1回ね、たまたま鉢合わせた時は、なんか授業休みなのって言われて、はい、シーンみたいな、うわもう誰か来てみたいなぐらい話さない人で、ただなんかやっぱり男の人のことは男の人に相談した方がいろいろ分かることもあるんじゃないかってなんとなく話し始めて、私の方からね、でそういうことがきっかけで、よくある、付き合ってる人のことの相談をしていたら、その人と結果付き合うことになりましたという、よくあるパターンでしたね。まあ私はフリーでしたからね。あ、そうそう。で、実はサークル内であまりにも C が落ち着いているので、故郷の福島に彼女を置いてきているという噂が本当にまことしやかに、余計なお世話だね。本当に 女子の間ではあって、もう本当にみんな思い込んでた、私もそう思ってたのね、でも一人私の仲のいいサークルのお友達が、まあ、キューピッドになってくれて、なんとなく私と C の間でなんか行ったり来たりし始めたんだよね、まあ、C に彼女なんていないらしいよとか、なのでくっつけようとしてくれてたのかな、わかんないんだけど、でなんか C が、まあ、C 妻のことをちょっと気にしてるようだよとか、まあ、そうするとねちょっとええってなって、そんなこんなでなんとなくこう意識するようになって、まあ文化祭みたいなもんですかね、芸術祭みたいなお祭りの時にいろいろ話すようになったり、まあ人柄を分かるようになって、でもちょっと C から言ってくれた、ね、まあ、付き合って、そうで私の一言は後悔しますよ、後悔しますよ、すごいよね私からこれはさ、なんかキザな男が言うセリフじゃん、なんで後悔しますよって本気で言って、で私は最初の C の印象っていうのは、脳みそが筋肉な人なんで単純にガタイです判断されてるよね。私スポーツマンな人は絶対私と合わないと思ってたんですよ、私が超文系でちまちまといろんなことを考えたりしちゃうタイプ、どちらかというと石橋叩きまくるみたいな、でもう C はどっちかというともう豪快って言ったらいいですけど、まあ、歌い方があだからね、そうだね、だから繊細な部分があまりない人に見えてた、で私そういろいろ話す内容とかがきっと合わないだろうと、でもまあ一回試しにじゃあ映画行ってみようかなみたいになった後に、もう私は試すようにもういろんな話をしたわけですよ、私の悩みから家族の話から、そしたらなんかちゃんとはぁーっていうお返事がきちんと返ってくるもうさっぱり覚えてないけどねどういうふうに返したのかが分かってないけど、脳みそ筋肉って言うとちょっと大変失礼な言い方なんですけど、要はもうスポーツマンバリバリで悩みを言っても気合だみたいな
頑張れみたいな人ではなかった。すごく繊細に受け答えをしてくれる人だったので、あの、まあ、そのままね、あら、いい人だなっていうことで、でその後、え、何年、8年9年付き合って結婚したんでね、長かったね、うん、だからまあお互いあんまり喧嘩したくないというキャラでもあるので、何かあれば話し合うみたいな感じで、で、あの C が本当にマイペースな白熊のようにのしのしとした人なので、私がちまちまね、プレーリードッグみたいにヒャーってなってるのを、あのうまいこと、まあ、受け止めていただいての何十年ということですね。はい、まあ、あれですかね、長く続くコツというのはお互いある意味全然性格が違うっていうところがあるんですかね。まあね、真逆っちゃ真逆だけど、真逆真逆、真ん中取るようなね、まあ、ただそこで意見が食い違うっていうんじゃなくて、そうだね、やっぱり価値観は似てるのか、そう、価値観一緒だし、うん、お互いを尊重しようっていう気持ちがあるはあるからね。あとは共通の趣味が、まあ、割と多かったね。最初は漫画アニメから始まり、まあ、あと音楽も大好きだし、そういう、あと今はハワイっていう、また2人でね、ハワイってどっちかだけがすごい夢中になっちゃって、どっちかは嫌ってなってると、まあ、なかなかこうはね、行かなかったけど、なんかうまいこと2人でハワイすごいってなった ね、 でそれがまさか YouTube にまでつながるとは思ってなかったっていうか、自分でやっといてなんだけどそう、 C は本当にそういうのパッと見つけてきて、こうふわふわっと試して、私はいつもバンドの時もそうだったんですけど、あの趣味でねやってたバンドだったんですけど、なんか C が始めたことに乗っかって、いつの間にかすごい楽しくさせてもらっているってことがね多くて、ただなんかあれだよね、趣味が、ま、全然合わなくったとしても、相手の好きなものにちょっとでも興味を持って見てみるとかいうことがお互いにできれば全然いいんだよね、きっと、うん、なんか楽しめるよねなんて最近ね、なんかやっぱり長く夫婦をやってるとそんなことを思う今日この頃っていう感じですね。まあ、うまくいってる夫婦を見ると大概そんな感じっていうのがなんとなく分かってきたっていう年代です。そうだね、そうだね、あのちょっと、あ、仲がうんっていうご夫婦見てると、やっぱそこがうん、もないのかな、ね、もったいないなとか思う、お年頃お互いこうしてほしい、ああしてほしいだけになっちゃってるっていうところがなんとなく見えちゃう、見えちゃうお年頃かなってそんなこんなまあ中年ですけど、そうですね、あくまで、はい、まあ、こんな話で、そうですね、いやでも、まあ、閉まりませんけど、まやっと梅雨が明けて、うん、明けた、今収録してるこの時がやっと晴れたような日だ、そう、ね、朝方今日久しぶりに日差し見たかな、いや本当に、でもずっと灰色の空を見ながら、関東は長かったね、なんか水害に遭ってる方いないといいんですけどね、全くもうそのハワイどころじゃない、もう空も見えない日々が続いたけど、やっとちょっと8月9月、まあ、ね、5月も一部 ね、 そうだったんですけど、ハワイっぽい空がちょっと見えたり、湿気もどんどん減るでしょう、まあ、そうだね、もうちょっと減ってくれるでしょう、いやいや、もうハワイの空に勝てないけど、私たちもあの日本のハワイを探す旅っていうのもね、ちょっとあのいろいろ気をつけながら、あのちょこちょこやってきているのでね、そういうこともあの楽しくお伝えできたらいいなと思ってますね、まあ、基本今の時期は密を避けて、そう、でも楽しく、で、まあ、我々はねとりあえず2人で行動してて、うん、それだけでも楽しいから、別にあの、ね、ごちゃごちゃこう危険なところにわざわざ行かなくてもっていう感じだね、うん、お友達と飲んで騒いではもうちょっと今は本当にダメなのでね、家族で、うん、家族なら安全っていう、安全ということでね、あの動いていきたいなって思ってますね、うん、それではこれからもちょっと頑張って配信しますので、うん、はい、ぜひお楽しみください。それでは、See you again! また次回。